まさかアンデータが正規の大発見。まさか、これお願い。まさか、ゴリラはアンデータが正規の大発見。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもしみじきよチャンネルご覧いただきありがとうございます。では週刊スチーム通信でもちょっと取り上げましたが、はい、ミステリーエッグバンドルやっていきたいと思います。はい、毎回バンドルをやる男で有名なユーロですから、今回もやらないといけないでしょうということで、多少の使命感に駆られながらやっておりますが、はい、10ミステリーキー849円と、まあ、ちょっと原点回帰した感じですよね。849円もそこそこですし、はい、10個の、ゲームが当たるということで、はい、卵一つ一つの模様こだわりありますね、色彩ね。これに何の意味があるのかわからないですが、で一つの注文で30円を超えると以下のアイテムを無料で入手できるということで、はい、無料でついてくるものもあるみたいですね。はい、そのあたりもちょっとレポートしていきたいと思いますが、はい、あなたはどんな、乱細胞のタイトルを見つけますがか、それは謎ですが、 AAA とインディーの主要な開発者がミックスに含まれているので、ソロであろうと友達と遊んだりであろうと、次のゲームセッションに喜びを持って飛び回るゲームを見つけることができます。はい、さらにこのバンドル内にいくつかの珍しい金の卵を隠しました。一つを見つけるとゲームの巨大な価値で追加のイースターのご馳走を得るでしょうと。ご馳走が何なのかっていう説明は一切ないですが、はい、週末後の冒険、壮大な戦略の戦い、または激しいレースアクションを発見しますか、調べる時が来ましたということで、ちょっとのね、あのゲームの内容のヒントもあります。はい、ではその当たりも出るのかどうか、はい、ミステリーエッグバンドル早速、10個買っていきたいと思います。ユーロチャンネル、はい、今、購入が完了しましたが、こんな感じでボーナスが入るみたいですね。イースター、エッグス、トラバガンザミステリークーポンということで、はい、キーを公開いたりますが、はい、なんか物が当たりました。はい、そして、10個の、ゲームがこのように、はい、表示されていますが、これハテナということで、まだその卵の種類は明かされていません。ひょっとしたらこれが金色にもうすでに輝いていると当たりがあるのかもしれませんが、まあ、それはちょっとわからないので、開封していきたいと思います。受けてみなさい、オーニー。はい、今開封し終わりました。あのクーポンはですね、なんか特定のゲームを買うための割引クーポンでした。自分の場合はね。はい。あの、他、もし何か当たったのであれば、またコメント欄に情報をいただければと思いますが。はい。じゃあ、早速開封していきましょう。今回、まあまあ良かったんではないでしょうか、という印象です。まあ、割と、持っていないものも当たりましたし、もちろん被りもありましたが、良かったのではないかと思います。ではそのゲームの紹介も兼ねて早速見ていきたいと思います。まずビヨンドアイズ、これね結構最近当たるようになりましたね。これやりたいやりたいって言ってて、なかなか当たらなかったんですが、最近よく当たる。はい、チームセブンティーンデジタルパブリッシングなんですけど、結構チームセブンティーンデジタルの、パブリッシングゲームが今回当たったような気がします。はい、ウォーキングシミュレーター、女性主人公で、少女のある日事故により視力を失う。一人で動き回れるのは自宅とその庭まで。時折遊びに来る人、懐っこい猫だけが友達だということで、はい、このゲーム結構いろいろ賞を取っているんですが、まあ賛否分かれているレビューになっているので参考になると思います。はい、そして2つ目、レイズズというゲームですね。はい、これはレース系のゲームなんですが、はい、過酷のタグが付けられてますね。だから難易度はかなり高いのではないでしょうか。はい、2018年9月14日賛否両論のゲームです。はい、これに関しては今スペシャルプロモーション中で19日まで817円で購入することができますが、はい、日本語対応作品となっていて、かなりスピーディーななんかゲーム、レースゲームになっていますね。これレースといっても車じゃないですからね。はい、シングルプレイヤーの最速ランニングレーシングゲーム。最速のタイムでダイナミックなネオンレベルを走り抜け、
スーパースピードブースト、メガジャンプ、ドリフト、ストンプ、どっちを駆使し障害物を避けながらオンラインリーダーボードでランクインできるよう最短のショートカットを見つけようということで、はい、こんな感じで、まあ、日本人も、高評価を出している作品となっています。そして次ですが、ザ・タウン・オブ・ライト、まあ、これはあのバンドルに入っていたりとか割と当たる類のゲームではないでしょうか。はい、探索系女性主人公ホラーインディのタグが付けられています。ホラーゲームですね。はい、インターフェースフル音声字幕日本語あります。一人称視点で描かれる心理アドベンチャーゲーム。20世紀前半のイタリアの精神科病院で実際に行われていた治療に基づいたストーリーになっていると。ちょっとね、史実に基づいているみたいな感じでリアリティを持たせているゲームなんですかね。はい、実在した精神病院で起こった出来事をそこに入院した患者として体験できる探索型ゲームとなってます。うん、なんかこれに類似するゲームをやったような気がしますがちょっと忘れました。はい、そして、4つ目ですが、エイリアンブリードという2010年とちょっと古いんですが、これもチームセブンティーンパブリッシングのゲームですね。はい、非常に高評価を得ています。はい、シューティング SFアクションのタグが付けられていますね。980円で購入することができます。はい、日本語対応しております。はい、日本人は軒並み結構おすすめなんですよね。はい、なんで、日本人に結構愛された、ゲームなのかもしれません。そして、5つ目ですが、ウォームズというゲームです。はい、これもチームセブンティーンですが、はい、1995年とね、大変古い。で、ウォームズシリーズって結構出てるんですが、それの初期作ですね。はい、非常に好評の評価を得ているゲームです。はい、そして、最新作なんかもこんな感じで紹介されてますね。はい、この初期作に関しては、日本の語のレビューがないんですが、この、ウォームズシリーズ他にもあるので、はい、バンドルなんかもあるので、ぜひ、チェックしてみてください。単性ストラテジーですね、ジャンルは。はい、そして、6つ目ですが、ザ・エスケーピストのザ・ウォーキングデッドということで、ウォーキングデッドコラボしたものなのかな。はい、チームセブンティーンパブリッシングの、賛否両論のゲームですね。はい、1780円で、日本語非対応ですが、はい、どういうゲームかというと、ザ・エスケーピストの、システムを使っての、タイトル再現ゲームということで、はい、ゾンビゲー好きならやっても良いかもしれませんということで、はい、仲間を連れてゾンビを撃退できたりとかあるんですが、正直自分を鍛え上げて殴りに行った方が強い気もしないでもないと仲間に頼るよりも自分で行った方が早いという評もありますが、はい、このゲームですね。はい、そして、ボヤージというゲーム、ジャーニートゥーザムーンという物語系のゲームですね。ポイントクリックアドベンチャーになってます。はい、今、セール中で 89% の54円で購入できますと、もう1週間ゲームセール終わりますけどね。はい。日本語非対応です。はい、日本語対応していないので、謎のゲームですね。はい、そして、8個目、2019年4月24日と比較的新しいゲームなんですが、まあ、悲しいかな、ユーザーレビューがなく、どういうゲームかっていうことが調べてもあまり出てこなかったですが、はい、カジュアルパズルのタグが付けられている820円のゲームですね。でも日本語対応してますしね、類似品としてウィットネスとかがあるので、まあ3D パズルゲームになるんですかね。はい、レビューもありませんが、はい、結構マニアックですけど、遊べるゲーム、なんか難しそうなんですね、結構。物理演算が、で、こう、なんか、ね、ボールが、流れていくみたいな、挙動がしっかりしてそうなゲームだなと思ったんですが、はい、このゲームがあれとなりました。パーちゃんっていうのかな、パーちゃんですかね。はい、っていうゲーム。そして、モビウス、
エンパイアライジングという2014年の、ポイントクリックアドベンチャーゲームですね。ですけども、はい、これも当たりました。1480円。はい、日本語非対応のゲームです。ストーリーと謎解きが主体の3人称視点ポイントクリック式のアドベンチャーゲームということで。はい、書かれています。結構ね、詳しめのレビューがあるので、興味のある方ぜひ、覗いてみてください。そしてまあこれが一番当たりですかね。今回ブラックガーズ2が当たりました。はい、1880円のゲームなんですが、まあ当たりを挙げるとするならばこのゲームでしたね。はい、インターフェース字幕日本語あります。はい、こんな感じで、まあおすすめしませんが多いですかね。そうでもないか、まあ賛否両論って感じですかね。はい、ストラテジー RPG になっています。まあザ・洋物ストラテジーという感じですが、まあブラックガーズって結構セールになるとねかなり安くなって、今まで188円で購入できたと 90% オフの、時もあったということで、はい、このゲームが、当たりましたということで、はい、いかがだったでしょうか。まあ新旧まあまあな、はい、インディーゲームが当たったのではないでしょうか。まあ決して大当たりとは言えませんが、はい、皆さんも、ぜひチャレンジしていただければなと思います。はい、ミステリーエッグバンドル、皆さんもぜひチャレンジしていただきたいと思います。概要欄にリンク貼り出しておきます。で、まあ何が当たったのか、またいつも、コメント欄にコメントしてくださいますが、今回もご協力よろしくお願いします。まあ、どういうものが当たるのかっていうことをね、コメント欄に書いていただくことで、まあ、購入する人がねすごくこう購入しやすいというか、他にどんなものが当たるんだろう、ユーロさんが当たったもの以外にどんなゲームがあるんだろうっていう目安になりますし、まあ、大体書き込んでいただくと、なんか当たりのゲームとかも あったりとかして、購入してよかったと感想を、コメントしてくださる方もいるので、はい、参考になると思います。そのコメントも合わせてご覧になってみてくださいということで、ファナティカル10連ガチャやってみようのコーナーでした。また、新しいミステリーバンドルが出たら当然チャレンジしていきたいと思います。ユーロでした。バイバイ。Wherever I go, wherever I see, I'll remember you, if you remember.